今日は6月の26日です。ここは南知多の豊岡って言ったかな、聖法寺というお寺です。今日は尾張で残っとる南知多の城主を巡ろうと思って出てきています。あと8箇所ぐらいだから、きっと全部回れると思いますね。この聖法寺は蒲田屋敷跡ということで、源頼朝ですね、彼が保元平治の乱で負けてこちら東国へ逃げる途中、この蒲田さんっていうのはその頼朝の家来ですね。蒲田さんの確か奥さんの方が平家を恐れて頼朝をやっつけたと。確かコンピラ門天皇聖法寺とありますね。こちらが正門ですね。なかなかあの塔も立派ですね。そうだ、思い出しました、野間大社だ。野間大社で頼朝が撃たれた、なんかいろいろあんながありましたね。確か頼朝さんの、あ、義朝か、義朝さんの墓もあったと思いますね。はい、まず1箇所目がここですね。なんか書いてあるけど、あんまりその蒲田屋敷のことは何も書いてないな、きっと。弘法大師、これは観音さんだよな、どう見てもまあいいや。はい、大井ののろし台の入り口の案内がありましたね。あ、いいか。ここがのろし台の入り口みたいですね。まあすぐ上だけど草むらが嫌ですね。ちょっとだ、何、ここがまあ一番上みたいですけど、何もないじゃないですかね。なんか案内があるかなと思ったけど、入り口に案内があったんだ。もうちょっとなんとかしてほしいな。浮かだやと。あ、これじゃ木があって海が見えるかなと思ったけど、ダメでしたね。まあしゃあないです。次行こう。はい、この丘が物崎砲台跡です。さっきの大井はのろし台だったですね。砲台跡じゃないですね。砲台跡は、この物崎と大前に行ったね、宇都宮にあった宇都宮の砲台跡、この2つでこちらの伊勢湾の外国船を見張っとったんでしょうね。なんかそこ階段あるから上がれそうですね。ここは釣り船ですね、的部屋さん。まあ、若い頃よう行ったな。アジサバ、メバル、カサゴ、よう釣れたです。今日もお客さんいっぱいおるみたいですね。ちょっとした上は公園になってますね。ここは臨崎って、まあ岬だったんですね。だからこの下すぐは昔は海だったんですよ。臨崎観音堂とありますね。下は覗けんな。お、なかなかか。あっちに見えるね。あっちが篠島だな、きっと。愛知県で唯一のあの島にある城址で、城跡で、あそこ、船で渡っていこうと思っています。こっち入れんかったな。まあ、今見たあれが日間賀島ですね。で、篠島が多分向こうだ。釣り人が
ここは諸崎港です。ここから篠島に渡ろうと思っています。篠島城に行きますね。11時半出港だからまだ15分もありますね。雄大な景色ですね。みたいなのがあれが平子ですね。だから島はもうこれ三河湾なんですね。でこちらがまあ伊勢湾ということになるんでしょうね。よし、海がちょっと荒れてもね、熱帯低気圧で明日には台風になるっていうのが今沖縄辺にいますから。こっちじゃなくてこっちですね。ヤブサ2号かっこいいですね。あっちはフェリーですね。でっかい台風迎えてくれましたね。篠島ですね。諸崎から10分ですね、高速艇で、往復1340円だったかな、片道700円です。これこんなのあるか。加藤清正さん、名古屋城築城の石。そうか、篠島から石を運んだんか。そうみたいですね。思わぬ歴史を見ましたね。印刷者国家、ここですね。篠島城はすぐだと思いますね。腹減ってきたな、しかし。これが旧日の島小学校ですね。でその東隣の山が、これが日の島城跡ですね。石がどこにあるはずですけど、一応撮っておくか。白い山の石がありますね。もうそこがそうか、もう上司なんだな。これは自然の地形なんだろうな。ここはもう主角っていうのか、本丸なんだろうね。上司の日がどっかにないでしょうか。あ、篠島聖跡ってなんだろうな。城じゃなくて、これが上司の日ですね。なんかいっぱいあるね。これなんとか言うか、竜王。上が読めんな。これは墓だな。これは何の日だ。城山水上天狗か。城の案内はないな、残念ですね。せっかく来たのに。コンピラ神社。なんでコンピラ神社さんがあるんだ、こんなとこに。これか、コンピラさんか。なんとかし100、なんとか読めんな。よし、篠島城でしたけど、あっという間でしたね。せっかく篠島まで来て、ちょっと海水浴場の浜辺見ておくか。はい。なんとなくこっち側が堀が空堀があって、
一応土塁がこうあるんだな。そんな感じですね。でこっちはさっき見たけど天然の崖か。そうしたこう土塁と思って打つ人こう。松ほとぶけ寺松寿寿っていうのかな、両方がね海水浴場ですね。まあ、降りるのはやめたかな。なかなか綺麗な山ですよね。昔来たことあるんですけど、それからの先端が弾岬っていうんですね、これ。で、ここに弾女子ありますね。こっから入ってくるみたいな。はい、これが弾神社です。ここにあった弾岬城址か。じゃああとは南北朝時代の城だと。どっかにあったですね。で結構いろんな城址が入れ替わったみたいです。弾神社の本殿か。中市でやった熱田大寺宮市千秋市店か、うん、これが本神社大って書いてあるね。おつやの御事の人おつやの御事のこれあれだな、篠島にあったやつだな。いやーないし、ヒューマサが足名古屋城のために石持ってきたやつだよこれ、うん、いやーながどこかにあるのか。あ、ここが建てられてるのかな、わからんな。ちゃんと城址がありましたね。弾岬城。遺構はなさそうですね。そこに展望台がありますね。なかなか長いですね。あっちが篠島ですね。あっちが日向島で諸崎港ですね。あ、なんであれがそうだ、天神山城っていうのはあれですよ。ここで修正かな。ああなかなかです。日向島のが発展したみたいだな。家がなんか、まあ、下島はあの船底のところに家があるだけか。ちょっと気が邪魔か。よし、まあ、あるは食堂がある方だな。はず岬のうばめがし火のトンネルか、うん、この景色ですね。こんなとこですか。こっちも一緒だな。こちらが弾岬城があったところで、こちらが天神山城なんですけど、まあ、この上がそうなんでしょうね、きっと。この階段上がっていけるみたいだな。この池に城址のとこ行けるんかな。入り口鎖が張ったんだけど、立っちゃダメって書いてないから上がってきた、上がれちゃったですね。何やんのかな。
んでもないですね。韓国が天神社跡だということですね。草むらです。よし、あの山が八夜城があった山ですね。まあこれは今年写真撮った場合です。ミンネっていう料理屋があるところです。そこからちょっと入ったこの砂利道から見えるあの山が八夜城と書いてありました。見踏めありますね。あっちじゃなくてあの奥の山ですね。これが見船。うまいものが食べれるんでしょうけどね、一人じゃなんともならんね。であれがそうか、天神山城と、初岬城か。そうですね。でその奥が下島。はい、この先なんかも出会いですね。読みました。はい、これが豊山の清修寺ってお寺ですね。このお寺のこの裏の山ですね。これが鈴葉城という城跡です。鈴葉城はこれも古いですね。鎌倉時代頼朝の家来の誰々あ、鈴葉ってやつか、それのお城だったみたいです。これはまあ遺構もないし、ここ見て終わりですね。これで終わり、上司すべて終わったということで、この清修寺で写真撮って終わりを終わったことにしましょう。宝龍の目が光ってますね。した本堂です。そうか、今の清修寺はこちらですね。こっちが須防神社。この須防神社と清修寺のこのまあこれが山が先の城址ということなんでしょうね。須佐城か、須佐城址です。こっちのなんか城が張った山みたいな感じが全然ないですね。それが本殿か。本殿は小さいですね。まあ、最後本殿で写真撮っとくか。すさコンピラー宮となってますね。どっかでも今日コンピラーさん見たな。うん、ここがやっぱり城郭っぽいよね、この山が、うん、なかなか古そうな神社ですね。これ神明社っていうのか、本当によくあるね、神明社も。はい、終わります。